それでは今日は、マニアックな列車 963D963M のね、実際に乗車してみたいと思います。今ね、小樽築港駅に来たんですけれども、ここからね、札幌までちょっと乗ってみたいと思います。ここの小樽築港のあたりは、もう列車番号が、963M に変わってるみたいですね。時刻表を見るとですね、小樽の駅から、電車をつないだ時点で列車番号が、963D から 963M に変わってるみたいですね。なので、後ろ半分にディーゼルがつながってるんですけれども、列車番号自体は 963M になってるみたいです。この辺も面白いですね。それなんでちょっとね、前から乗って後ろの方に移動してみようと思います。2番線に列車が到着いたします。ご注意ください。2番線に列車が到着いたします。ご注意ください。2番線に列車が到着いたします。ご注意ください。はい、これはクハヤ731電車ですね。乗ってみましょう。ここが電車の最後部ですね。この運転席があります。ここから先が、ディーゼルになりますね。キハとクハがつながってるったので、こうワンカットで撮ってみたいと思います。キハね、キハ201で、こっち行きます。はい、こっちはクハでした。明らかにもうディーゼルの音がしますね。ちょうどね、海が見えていい感じですけども、ディーゼル音がすごいいい感じですね。まあ、ちょっと静かですけどね、今のところね。これ駅止まって発車するときは結構パワーかけるときは分かりやすいんじゃないかと思うので、ちょっと見てみましょう。でね、この列車がね、日本一マニアックな列車だって思って乗ってる人ってね、すごい少ないと思うんですよね。これはディーゼル音、後ろに来るとディーゼル音がして、前が電車だっていうので、多分言われなかったらね、気がつかないと思うんですよね。前の車両と後ろの車両ってね、ほとんどね、なんていうか、デザインが似てるんで、さっぱり分かんないと思うんですよね。僕もね、知らないで乗ってたらね、多分気がつかないと思います。ちょっと気になるのはね、ケーキ類とかがどうなってるのかってちょっと気になりますね。ちょっと見てみたいと思います。ディーゼルの運転台なんですけれども、別段変わったことはないですよね。マスコンがワンハンドルなんですね。こっちは EC 制御になってます。
ックだな。この車両ってもう最初から協調運転できるように設計されてるみたいですね。これ札幌でね、こう2つに切り離されるんですけれども、前半分の車両と後ろ半分の車両、あの先頭車の顔とかね、全く同じですね。おそらくもう本当ボディとかも全く同じ寸法で作られてるんじゃないかと思います。だからね、ほとんど電車なのかディーゼルなのか見分けがあんまりつかないですね。このチャンネルはみんなで鉄道を楽しむチャンネルです。チャンネル登録お願いします。